はい、皆さんどうもこんばんは、ユーゲームチャンネルです。今回もね、ロストジャッジメントの続きをやっていきたいと思います。前回はメインストリートの、半グレ集団 KR に潜入して、相馬こと玉木宏さんに会ってきたとこで失礼しました。それ終わった後に沙織さんから電話来て、江原とね、もう一度江原の接見を断られてたから、次に痴漢被害の方を調査するってことで、痴漢の被害者の間宮由衣さん、30歳、子持ち OL、長く楽しくなったけど、に話を聞くっていうところになっていったんですけど、ちょっと最近メインストーリーばっかやってて、ユースドラマの方を進めてなかったんで、とりあえずね、ユースドラマを進めたいと思って今、星稜高校に戻ってきました。で、ユースドラマを始めていく前にちょっとお願いがあって、皆さんまだチャンネル登録お済みでない方いらっしゃいますよね。何卒チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとついでに高評価もね、押してくれるとめちゃくちゃ喜ぶんで、マジでよろしくお願いします。で、チャンネルがね、増えてったらみんなにも絶対恩返しできますんで、何卒よろしくお願いします。じゃあね、ユースドラマやっていこうか。まだね、ダンス部しかやってないんで、お、なんかイベント始まったね。モブキャラたちが、なんか話してんぞ。モブキャラ言ったりするか。マジで？あ、一応モブキャラではないんだよな、この南さんとかは。マジで？マジマジ。竹内さんもそうだな。竹内さんみたいなそっくりな子さ、こないだ、街でいたんだけど。マジマジ、職員室の前の廊下で見たし。でもどうせ部活には顔出さないんでしょ？あ、これ、顧問の先生か、もしかして。あ、西園か、これ、後ろ姿。なんだ？どうかしたのか？矢神さん。なんか顧問の米門先生が学校に来てるらしいんです。ダンス部には、バレー部じゃねえよ。ごめんなさい。ダンス部には全然来ない顧問のね。顧問？あの全然学校来ない人だっけ？はい。はい。なんか超久々。どうせすぐ帰っちゃいますよ。そんな嫌われてんな。そうか、それじゃちょっと挨拶に行ってくるかな。え？挨拶に？一応、ダンス部に出入りしてるわけだし。とりあえず会ってみるよ。どんな人？見た目は？まあそりゃそうだよね。勝手にさ、知らないとこでダンス部の顧問みたいなことやられてるとね、なんか後で知った時には根回ししてないんですかみたいな感じのことを言われてしまうからね。これ社会人の常識なんでみんな覚えといてね。根回し絶対みたいな。で、髪の毛がボサボサで青白い顔をしてて、いつもヨレヨレのシャツを着てます。マジでモテなそう。こんなヨレヨレのシャツ。年齢は25歳だったかな。わかった。わかった。それらしい人がいたら話しかけてみる。職員室か。これもうイベントなんだな。うん。とりあえず職員室に行きますか。2階だったよね。職員室。ここか。あ、なんかここだな。職員室行くまでに会う感じだな。よし、行こうか。ごめかど。ごめかどいる？なんかその辺にいるっぽいけど。あ、お前か。お前だな。米かど。性格悪そうな顔してんな。ごめんなさい。偏見でしたけど。よ、米かどは、お前の代わりにダンス見てやってんだよ。お礼ぐらいしろよ。米かど先生、この人からよくわかったな。あんまり、よりよりのシャツかどうかもわかんねえだろ。失礼ですが、米かど先生ですか？ん？誰です？胸元開けすぎだろ。それ、なんで第二ボタンまで開けてんだお前。教師だろ。ふざけんな、マジで。ミスケンの外部指導員をやってる矢神というものです。最近ダンス部に出入りしてまして。ああ、理事長から聞いてます。あの子たちのことを見てくれるなんて助かるな。どうですか彼女たちのダンス。ええ、順調です。振り付けもバッチリで。まあ、君が見てなくてもね、元スマップの矢神選手が教えた方がね。彼女たちも伸び伸びしてますよ。あのダンスの振り付け、僕が教えたんですよ。え、ほんと？ダンスは得意なんです。嘘だろ？ところで、ダンス部の子たち、米門先生が来てくれなくて困ってるそうなんです。顔を出していただくわけにはいかないですか？そうだよ。こっちはミスケンで忙しいんだよ。それがダメなんです。なんで？え？ダメ？どうしてですか？あなたには分からないでしょうね。失恋ってやつなんです。なにこいつ生徒に恋してたのもしかして。キモすぎんだけど。はあ、失恋。僕の好きだった子が僕と一緒でダンスが好きで、ダンスを見ると彼女のことを思い出して吐き出せるんだ。そういうこと？
好きだった子がダンスが好きだったと。だからもうダンスは引退させるを得ないんです。キモいなお前。好きな女で左右されるタイプか。好きなものをな、異性で左右されるもんなんて所詮そんなもんなんだよ。わかったか米方。説教してる。ゲロを吐き散らしながら踊る先生なんていても迷惑でしょ。まあそれは確かに一理ありますけど。はあ、はあ、呆れてるよ。だからほらこれあげます。なんかダンスの本でもくれんの。ダンス本、ホップダンス。これまた新しい楽曲になるのかな。これはあ、新しい振り付けかな。振り付けの教本もう僕には必要ないものですから。そうですか、ダメそうだな、これもう諦めてるわ。新しい EX 振り付けポッピングを覚えた。こいつ使えねえな。もう終わりか。なんだあのクソ教師、ダメだな。とりあえずダンス部戻るか。ああ、またなんかいけそうだね。多分ここでまた楽曲とか新しいのやって、楽曲レベルを上げて、次の大会に、駒を進めていくって感じかな。はい、って感じで、ダンス部に戻ってきました。米唐先生の報告でも始まるのかな。ああ、始まったね。西園さん。もうさすがに名前を覚えた。西園さんでも可愛いよな、みんなね。どう思う？可愛いと思ったら高評価お願いね。ヤムさん、米から先生はどうでした？ダメダメ。全くダンス部に来る気はないってさ。やっぱり、俺たちで何とかするしかないみたいだ。大丈夫ですよ。ヤムさんがいれば。すごい BGM がポップに変わっちゃった。てってってれれ。すごーく頼もしいですから。米から先生なんかより。ね、そうだよね。みんな。うん。うん、うん。ヤムさんがいれば文句なし。かっこいいし、優しいし。予選も突破できちゃったし。相談相手としても頼りになるしね。なるよね。おお、高梨さんいたんだ。と、こんな感じで、八神さんのダンス部での評判は急上昇みたいですよ。そうか。まあ、協力は惜しまないつもりだけど。てかもう、八神さんしか教えてない説まであるけど。協力しかしてない。ってことで、もう米角先生なんかいなくなって大丈夫です。ドライだな、女子は。いやー、女子はドライですね、ほんとに。これなんか、二つあるけど、ダンスとなんかイベント両方進む系かな。こんにちは、ヤムさん。今日もよろしくお願いします。今日はどうしたらいいですか？ああ、なるほど。とりあえずじゃあ練習して楽曲レベル上げますか。まあ、ここはね、ちょっとカットしちゃおうかな。いやー、最後ちょっと間違えちゃったなー。ああ、でも A 判定だ。ああ、楽曲レベルがマックスになったね。これで、大会進めるんじゃねえか？まあ、毎回練習カットしてるのは、大会でお披露目するんで、それはね、動画で見せようかなと思ってるんで、まあ練習は毎回見なくてもいいかなってことでカットしてます。みんな、もう完璧、バッチリだったよ。今日の決勝大会はどうなの？早くね。優勝目指そう。はーい。八神さん。八神さん、今日、偉人峡ダンスコンペティション決勝大会ですね。ああ、いよいよだな。さやか。ところで、さやか見た？ほおずきゆりえの動画。あのね、そういえばね、なんか怪我させてとかってで依頼があったな、学校の裏サイトの。うん、すごかったね。ん？ん？何の話？昨日突然動画投稿サイトに三崎高校ダンス部のダンス動画がアップされたらしいんです。なんでそんな急に自己顕示欲みたいなことやってんの。大会前に出しちゃうみたいな。しかも再生回数あっという間に20万。お、マジかよ。俺らにも分けてくれよ。そんなに20万回もうそんなにいってるんだ。おーおお、すごいな。さすが元アイドル。でもアイドルして話題になってるわけじゃないっぽいですと。実際私も見ましたけど、ダンスがすごくって。ああ、でもそれはちゃんとポイのライバルだけど認めてるんですね。私見とれちゃった。基礎もユニゾンも完璧、構成もユニークだし、ソロも超ハイレベル。今回の大会終わったらホオズキさんたちとのあのダンスと比べられるのか。いや、やばいよね。自信持てよ。八神探偵が、ターボーがちゃんと教えてた通りやれば優勝できるよ。お前ならできる。いや、やばいよね。ほら、大事な対決の前に、そんな顔してちゃダメだ。忘れちゃいけない、表清涼ラビッツのモットーがあっただろ。あ、ダンスを全力で楽しむ。ですね。おー、いいね。いいこと言うようになったじゃねえか。そうで、まずは楽しむことだよ。そうだ。
ホオズキたちの動画を動揺するのは仕方ない。だがステージに上がったら全力で楽しむ。みんないいな。そう、まずは楽しんで、結果はおまけでついてくるもんなんですよ。はい、ヤガミさん、ヤガミさん、今回も同行していただきたいので、準備ができたら声をかけていただけますか。おー、指導力上がる。チームワークも、あ、チームワークレベル2になったんだね。アピールも1だ。これ龍が如くと同じで、最終決戦系で行っていいですかみたいな感じの確認かな。今日はどうしたらいいですか。大会へ行く、行こうか。よし、行こうか。じゃあ今回はその新しいロックのやつをね、みんなのお披露目しようかなと思います。またここでやんのかよまたここでやんの。でもお前らまたその服でやんのか。練習中着てたあの服はどこへ行ったんだよ。偉人町ダンスコンペティション決勝大会か。うー、ワクワクしてきた。みんな、よし、みんな練習の成果ぶつけてこ。西園さん、なんか化粧してないよね、これ多分。これそうだよな、すっぴんでこの可愛さってやばない、みんな。わ、来たな。お前大丈夫か、怪我させられんだぞ。予告来てたで。あ、ユリエッチ、ね、見た。わー、うぜー。動画の話、え、何を、てんてんてん、なんだよお前、何しに来たんだよ。なんだったの、動画見たの、見て欲しかったのか。お前自己顕示欲強すぎだよ。例のダンス動画のことじゃない。みなみさんはいろいろとなんか鋭いな。ああそういうことっていうか、みんな何、今のホオズキユリエ興味なし、会場に見とれすぎだろ。でもなんでわざわざ聞いてきたのかな。あの子会場には用はないはずなのに。もしかして西蔵たちの大会前に動画を上げたの、清涼ラビッツへの対抗意識だったんじゃないか。あ、なるほどね。今日はビビってるかどうか確かめに来たとか。そうなんですかね。まあそういうのもあるか。どの曲にしようかな。どの曲にするかはもう決まってるんですよ。イージーノーマル、あ、まあイージーでいいかとりあえず。あ、でもこの衣装になってるってことは、この衣装着るってやんのかな。衣装はどれにしよう。よし、あー、選べんの、こいつらの衣装。知らなかったんだけど。これでやろうよ。この曲はこれが合ってるはずだからさ。まあこのね、楽曲のサムネもこれになってるからね。 OK、 行こう。 Long Dray the Bass。 難しいな、読みが。ただね、実況殺しなんですよ、このゲームは。本当にダンスバトルってのはね。あ、まあ、いや、もうバレてる、バレてる。そこの上の席から見られてるって。うわぁ、客多いな、予選より全然。緊張しちゃダメ、緊張しちゃダメ。余計緊張するおまじない。ベタすぎる。お決まりのね。お客はかぼちゃ。お客はかぼちゃ。お客はかぼちゃはやばいだろ。それいつの時代だよ。みんなダメだよ。緊張しないって思うと余計に緊張しちゃうんだから。そうだな。それはベタな展開ですよ。いや、そうなの？え、知らないの？そんなことある？うん。うん。むしろ緊張してる自分とちゃんと向き合うことが大事ってダンスの先生が昔言ってたよ。それにステージが始まったら観客のことなんて吹っ飛んじゃうよ。確かにな。これは僕も経験あるんですよ。あのモンストっていう e スポーツの、ね、戦い会で、まあ緊張めちゃくちゃ寸前するんですけど、まあ実際やってると楽しみが勝ってね、そんなこと気にもならなくなるし、まあ会場の人なんか正直あんま見えないしね、光のライトの関係で。あのステージは明るいけど客席は暗いから正直あんまりわかんないもんすよ、本当に。ほら、清涼ラビッツのポリシーでも言ってたよね。ダンスを全力で楽しむだね。まあ黄色い文字で書かれてるぐらいだからな。そうそう、楽しんだもの勝ちだよ。緊張だって楽しんじゃおうぜ。おお、高梨さんのそのガッツポーズがぎこちないな。さすがエースだな。みんなあっという間に笑顔。この子のチームのムードメーカーなものか。みんな、それじゃあみんな、いつものやるよ。エンジン組んで、あの、ダセーのやんの、もしかして。ダセーエンジン。清涼ラビッツ、明るく元気に楽しく、せーの、ホップステップラビッツ。忘れてたわ。おお、俺もランス部一同になっちゃったわ。で、ヤガミ探偵が遠くから眺めてると。ああ、そのシーンはないのね。残念。ああ、お前また観客席か、お前。審査員席か、お前は、そこ。さっきの客減ってね。バンババンって始まるんだね。バン。いや、これね、俺もさ、見たいんですけど、このね、文字入力っていうか、コマンド入力にさ、取られてね、映像を見てる余裕と、解説してる余裕がね、
マジでないんですよ。いくよ。あぶねあぶね。おお、OK、いいね。今のところノーミスだよね、多分。これ全押しもなかなか集中力に使うからな。これなんかね、ポイントが大きくなるんですよ、このモード。振り付けを入れてると、振り付けをどれかどれかで、その十字キー3つ分選べるんですけど、これはね、楽曲始まる前にカスタムできるんですよ、どんなのつけるか。よし。それによってね、ポイントが確かね、変わってくるはずなんですけど、いやー、上手くなったもんでしょう。3回の練習しかしてないんですけどね。3回の練習でこんなに上手くなるもんか、みんな、ダンス。で、ここでまたタイミングで、このポイントが、ボーナスゲージがつくやつを入力するの。これもね、自動で折ってきてくれるんで、それの時に合わせてやっていく感じですね。だ基本的にはこの、あと4コマンドが基本入力コマンドで、十字キーはただのボーナスを発生させるタイミングを発動させるだけなんで、間違えた、ナイスのせいで今、これね、ナイスでもね、連続コンボにね、影響出ちゃうんですよ。で、今そのミスったのに動揺させられてね、ちょっと連続ミスをしてしまったね、今。いやー、今ノーミスでいけると思ったんだけどな、これでまたボーナス。もうね、多分これもほぼクライマックスなんで、もうすぐサビのフィナーレになっちゃいますね。高梨さんと西園さんがセンターなんだな。なんか高梨さんダンスしてるときはかっこいいな。あー、またミスったよ、見とれた、ほら。最後1コンボになった。あ、でもな、クリア点はクリアしてるから大丈夫でしょう。よし。よしじゃねえよ。もうちょっと、うわぁ、まんざらでもない顔、いいなぁ。おー、Sランクだ、やったぜ。みんなの練習が、役に立ったな。お、ドルチェじゃねえんだよな、ここはな。MC、もう名前すらないボブキャラ。それでは続きまして、本日の最優秀校の発表です。人長ダンスコンペティション。見事にナンバーワンの座を獲得したのは、セイロラビッツだ。お願い、セイロ高校、セイロラビッツだ、ウェイ、イェイ、やったまたこのコミカルな BGM ね、お決まりの。で、一瞬で上がったの。すげえな。お、あれは、ほおずきゆりえ。お前、怪我させられるって噂だぞ。裏サイトで。あ、西園さん、かわいいな。チーみたいな感じ。足太くね、お前、意外と。あ、やべ、失礼しました。よっ、敵場視察。あなたは、清涼ダンス部の、矢神だ。外部指導員の矢神だ。ぶっちゃけどうだった、今日のうちのダンス。やっぱりあのエースの子、彼女がいると違いますね。正直、今日は驚きました。ただ、他の子はまだまだですね。高梨さんの評価はマジ高いんだな。そうか、まだまだか。ですが、あの子のたちの持ってるダンスを楽しむ力、そこだけは評価できます。え、なに、お前実はちゃんとダンスに対しては真面目なのか、もしかして。お、そう。以前に小さなコンテスト会場で見た時から気になっていました。あの子たち下手くそなのにとても楽しそうだなって。なるほどね。これ実際のダンスの評価も楽しそうにやるってのは大事なのかな。さすがだな、よく見てるじゃないか。それが清涼ラビッツの一番の強みだよ。お、降りてきた。矢上さん、やりましたよ。あ、あ、西園さん、エースの子が戻ったみたいね。だけど、彼女の実力に頼りすぎじゃない？あ、一輪の花と雑草じゃ、雑草が邪魔になるだけでしょ。おい、西園さんを雑草呼ばわりしてんのか、おめえら。うちの部長だぞ。むしろ雑草なんてない方が綺麗かもね。うわぁ、失礼。雑草驚いてる。眉間に。なんてやつ。かわいい。西園さんかわいいな。西園を煽って葬送信をかきたれてるくらいには余裕ってわけか。これ先が思いやられんな。そんなに余裕なの？アピール力がまだレベル1で、チーム力がレベル2になったね。よいしょ、お、なんか。誰ん、天沢からメッセージだ。なんか来たな。ヤメさん、その後、踊るウサギの調査どうですか？え、ホオズキリエの暴行事件の件です。なかなかね、ダンスを熱心にやっちゃって全然なんですよ。大会に参加されていたようですが、何か分かりましたか？全然ですね。いや、今のところ特に進展はない。全くね。引き続き調査進めるつもりだ。実は、その件について新情報があるので、別室に来ていただけますか？え、そうなの？了解。新情報がこのタイミングでなんだろう？
なんだろうな、これ。じゃあダンス部入っても意味ないのかな。ちょっと入ってみる。でもなんか別のイベント始まったら嫌だけど、ちょっと入ってみるか。よいしょー。でもやっぱ同時進行しなそうだな、これ。うん。じゃあちょっととりあえず、星稜高校ミステリー研究会に行きましょう。オッケー、着いたー。ミステリー研究会。学校の倉庫ですけどね。かつ。ああ、甘さ、よ、あれ、糸倉、いんの、お前。お、糸倉も来てたのか。まあね。暖房代節約になるから。おいおい、そういう感じか、お前。ほんと、積んだな。そうか。積んでれのくせに。甘さ。で、甘さ、話したいことって実は。実は一つ、嫌な情報がありまして、なんだ嫌な情報西園さんが使ってるユッターのアカウントを見つけたんです。西園さん。やっぱり西園さんなのこれ。それでですね、西園さんのユッターのユーザー名が、踊るウサギもしかして。踊るウサギだったんです。うわー、マジかよ。これ一致したのか。本当に、俺西園さんそんなことする子じゃないと思ってんだけど、女って裏ではわからんのか。なんだって？なんだって、ボイスあっちゃった。見てください。あれ、糸倉興味ないの。偶然じゃないのか。だといいんですけど、それかもしかして、西園さんの思わせるようにして誰かがやったとか、そういうことも考えられないか。ただ偶然にしては符合するものが多すぎる気もします。西園さんに動機もあります。ヒイラギくんの件。大関リリーが怪我をして大会を辞退すれば、ヒイラギくんを奪われることもなくなりますよね。いやー、怖えー。いやーまあそうだけど、あの西園が暴行依頼をするかな。ありえない可能性を排除してていった結果、残された可能性は、それがどんなありえなそうなに見えても真実に他ならない。どうした糸倉どうしたんどうしたん話聞こうか。シャーロック・ホームズだってそう言ってたよ。探偵なら真実から目を背けちゃってダメだと思うけど、八神さんお前何者だ。だがまだ確実な証拠があるわけじゃない。あのさ、それなら八神さん、一ついいこと教えてあげようか。なんでお前そんな上からなんだ。表向きおとなしそうで、真面目な生徒ほど裏ではとんでもない悪だったりするんだ。お前はじゃあ何？表向き悪いから裏ではいい子ちゃんってことか。いくら教え子だからって簡単に信じない方がいいと思うよ。まあ、それも一理あるけど。ご忠告どうも。いや、西園さんがそんなんだったら俺嫌だな。幻滅するわ。あのさ、ひとまず、引き続き調査を進める。何か分かったら連絡するよ。なるほどね。ここで調査が。まだあんのか。まあ、せいぜい頑張ってよ、名探偵、八神さん。うぜえな、糸倉。お前、拳で分からしてやろうか。糸倉。いいか、糸倉。お前もミスケンの一員なんだ。関係ないって顔してるが、今度は協力してもらおうかな。そうだよな。お前、ミスケンの一員じゃねえかよ。なんなら潜入捜査でもやってみるか。いいね。やらせよ、やらせよ。なんで私がもう絶対面白いじゃん。八神さん、実はその潜入調査についてお願いしたいと考えてる部活があるんです。なんか増えるのこれ。もう少しで必要な情報がまとまりますので、まとまりましたら連絡します。ああ、分かったよ。これなんか他の部活にも潜入すんのかな。これなんか歩いてかないとダメなのかな。どうなんだろう。なんか連絡するっつってから、連絡くれるんだろうな。ちょっとどうだろう。学校から出たりしたらかな。一回学校から出てみますか。ああ、学校から出たらやっぱ来たね。八神さん、先日お話した。いや、さっきだけど。こいつは何？大丈夫？頭の中、パラレルワールドかなんかなのか？八神さん、先日お話した新たな潜入候補の部活の情報がまとまりました。時間があるときに部室に来ていただけますか？了解。いや、もうさ、これ何なんだろうな。学校出たらイベント進めるけど。今度は何だろう。ここは なんか、その、時間を進める軸がある扉なのかな。はい、ということでね、ミスケンの甘沢選手に呼ばれて来たんで、新しい潜入情報をもらおみましょうかね。わ、糸倉仕事してんじゃん。お、糸倉も来てたのか。さっきもいたろ。どうだ、ミスケには慣れたか。飽きた。早。飽きた？早くないか。だってもう部室の本全部読んじゃったからやることないんだもん。早。マジで？
お前速読検定持ってる？もしかして。そしたらじゃあ潜入捜査でもやってもらうか。え？もう？彼女本読むのが早いんです、すごく。糸倉にそんな特技が。あのさ、天沢先輩、ミステリーがないとミスケの活動何もできないんだけど、学校来る意味なくない？これはやばい。せっかく不登校を直したのに。はぁ、また本買ってこないと、今月の部費、カツカツなんだけどなぁ。なるほど、部費で買ったんだ。で、天沢、何やら相談があるみたいだが、またプロフェッサー関連？ええ、今回も飛行に関する調査の相談と、でして、八神さんにはロボット部への潜入をお願いしたいのです。ロボット部が飛行するとはごめん、ちょっと考えらんないんですけど、詳しく。ああ、すいませんね。ロボット部か、詳細を聞いてみよう。ロボット部について。星稜にロボット部があるんだな。確か知らなかった。ええ、数年前にロボットが好きな生徒たちが趣味で立ち上げた部活のようです。最近ではロボットコンテストなどに出場しているようでして、あ、すごいじゃん、それ結構。結構テレビでも話題になってるよね、昔。それってロボットを使ってサッカーとか玉入れとかして、競い合うやつだよね。争い合うはやばい。それは龍が如く。そうです。そうですね。毎年様々な団体がオリジナルルールで開催しているようです。星稜のロボット部が毎年出場しているのは、RE ロボコンテスト。RE。RK か、たらちょっとやべえと思ったけど。相馬たち率いるね。半グレ集団かと思ったけど。まあ、RE なんでね。RE ロボコンテストという企業主催の大会です。高専や大学のロボ部、社会人グループの参加もある大規模なもので、高額な賞金も出るんですよ。なるほど。ああ、その賞金狙いで違法な改造ロボを使ってんじゃないんですか、もしかして。そんな大会に普通の高校のロボ部が出場するのか、なんだか苦戦しそうだけど。実際毎年苦戦しているようです。予選敗退ばかりと聞きました。普通、高校のロボ部としてだと予算も限られてますし、技術や知識面でも大学生や高専の生徒に比べると、学生に比べるとどうしても不利ですからね。まあ、そうだね。高専、すげえからな。ただ、そんな弱小だったロボ部の一人の転校生が部長に就任したことで大きく推進することになりました。飛躍するか。沖手川ドーム。何それ。という2年生です。で、その指はなんだ、甘さは、マジで。なんかな、難しい、俺、これ、もう、覚えらんないよ。沖手川ドーム。何、酒呑童子みたいな名前なんだよ、お前。沖手川ドーム。面白い名前。沖手川くんは、2学期になってから、県外の高校から転校してきた子です。なんか、イケメンだけど、ロボ、なんか、オタク感ある感じだな。前の高校でもロボ部に所属しており、転校前のロボットコンストでは、優秀な成績を収めたらしいです。そんな彼が入ってきたことで、予選敗退ばかりだったロボ部は大きく変わりました。沖手川くんは大人も顔負けのマネジメント能力とプロデュース能力を持っており、弱小だったロボ部に革新を起こしたのです。なんだって？革新？聞いてた。なんだって？今のなんだって面白かったな。例えば商店街を口説き落としてスポンサーにしたり、部費では賄えないような予算を引っ張ってきたり、部内でもバッチリスケジュールを敷いて、開発の合理化や効率化を一気に進めたそうです。すげえな。高校生でそこまで、敏腕プロデューサーじゃん。それは確かにすごいな。プロフェッサー。ところで、そのロボット部の、プロフェッサーがどう関係してるんだ？ああ、そうだね。なんか、関係性がいまいちわからないけど。矢上さん。最近、偉人町でロボットによるひったくり事件が多発してるのご存知ですか？そうなの？知らない。偉人町を歩いてると突然ロボットが走ってきて、高級なバッグなどをかすめ取り逃げてくそうです。そんなにでかいの？いや、待って。俺は聞いたことないが、ロボットにそんなことが。そのロボットは機械式のアームがついていて、バッグなどをがっちり掴んで逃げていくらしいです。しかも大変素早く小回りも効いて、人が通れない狭い隙間など、縦横無尽に逃げていくとか。腕の位置の高さまで届くのにそんな小さいの？よくわかんねえんだけど。人間のひったくりよりよっぽど厄介そうだな。盗まれるのは大金の入ってそうな高級バッグばかり。中には100万円を超えるバッグもあるそうです。やば。すでに被害額は数百万円に上るとか。すげえ。
で、そのひったくりのロボット事件の犯人が清涼ロボ部にいるってのか？根拠はあるんだよな。実は私、ひったくりロボの、走行ルートでこのボルトを拾ったんです。これ、清涼高校ロボ部が使っていたボルトなんですよね。マジ？え？犯人、そんなさ、緩みの状態に何ネジ締めてなかったの？バカすぎるだろ。そんなん壊れるって。これちょっと機械に詳しい人がそんなボルト進んでたら、緩んでたら壊れるとかわかるだろ。ボルト。なあ。ボルトについて。このボルト、確かに清涼ボル、清涼ボルト部じゃないや。確かに清涼ロボ部が使っていたものなのか。はい。清涼ボルト部とかちょっと斬新で面白いけど。はい、間違いありません。もともとは偉人町の町工場が特注した製品なんですが、発注した工場が倒産して引き取り手がいなかったそうで、それを清涼ロボ部が安く大量に買い取ったようです。なるほど。だからロボ部が疑われてやるわけか。ボルトってもともと安いからね。一本、今みたいな多分 M10 サイズだと思うけど、多分何百円もしないからね。それと、盗品が半グレの資金源になっているという噂もあるみたいなんです。まあ、盗品は通常のルートで売りさばきにくいからな。確かに。そして飛行士の業に利用する半グレといえば、プロフェッサーや新京浜同盟が思い浮かびます。もうお前そんな、偉人島の、グレーゾーンにまで足を突っ込んでろ。なんだそのボイスは。ミスケンとしては無視するわけにはいきませんよね。ひったくりロボットのボルト、証拠ニュース。要件は分かったよ。とりあえずロボ部に近づいてみるが、口実が必要だな。外部指導員ということでお願いします。それ一択だな。理事長に許可はいただいていますので。相変わらず手際がいいことにしても理事長もよく許可してくれたな。実はロボ部の顧問は先生と大変仲が悪く、間に立って面倒を見てくれる方を探しているそうなんです。その対立の原因までは分からないのですが、なるほど。だったらすんなり受け入れてもらいやすいかも。ですが、ただですね、顧問との不仲のせいでロボ部の生徒、大人全般に不信感を抱いてるらしいんです。なるほど。察するに、あ、出たそのボイス。ですので、もしかしたら八神さんにも拒否反応を示すかもしれません。そうか、信頼を得るのにちょっと手こずるかもな。天沢、さっさと部室に向かおうと思うが、ロボ部の部室はどこだ？東棟4階の端っこの方にあります。よし、早速顔出してみるか。なるほどね。と、まあ、感じで、ロボ部に行く用事ができたんですけど、ロボ部がどこでしょうね。4階。ああ、ここにあるね。てか、待って、e スポーツ教室とかあるんだけど。そんなのあんの？いいな。俺もそれ、ちょっと行きたいわ、早く。はい。ということで、今回はね、この辺にしとこうかな。まあ、リュースドラマの方を進めてって、多分、指導力を上げていくことによって、新しいリュースドラマを解放できる、条件になってるんだろうね。多分今ロボット部だったら、指導力がレベル2になったから解放されたみたいな。で他の、まあ今なんだろう、指導力とアピール力しかダンス部は上がらないけど、他の部室とか部活の外部指導をすることで、指導力が他のも上がって、だんだんアンロックされていくっていうような感じになるんじゃないかなと思います。ということでね、まあ次回は今回の続きでユースドラマ、結構ボリュームありそうだからね。だってこれ見る限りさ、今なんか8つぐらいあるんで、ほら。あ、10個だったわ。めっちゃある。ロボ部に、ロボット部ね、これね。なんでね、ちょっと、今もう結構、チャプター5まで来てるんで、少しやっていこうかなと思います。ということで、次回も、ユースドラマ進めていきますんで、皆さん今回も、動画のご視聴ありがとうございました。また次回、よろしくお願いします。あと、チャンネル登録、高評価も忘れずにね。じゃあね、バイバーイ。